今圧倒的に自民党と公明党が強すぎるんです。悪いことっていうのは大々的には知らせないんですよ。静かに静かに進行していく。この国から文化ってものが根絶やしにされていく方向性なんです。これって決して大きく儲けてるわけじゃない。細々とやっている、そういう人たちに仕事を継続することを諦めさせる、やめさせる、このようなことはバンバン進めていくってことなんだから、ある意味でここを引きずり下ろさないとブレーキかからないかもしれない。インボイスは今更もうどうにもならないと思うんですが、ストップできることはあるんでしょうか。ご質問いただいた方ありがとうございます。インボイスというキーワードが出てきました。インボイスについてご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか。ほとんどの方がご存知ないので簡単に説明させてください。消費税に関わる話なんです。消費税でね、消費税が免税されるというような人たちがいるのをご存知ですか。それは売上が多くないという、事業者に対してこれは免税店というものを設けてるんですね。こちらご覧いただいたら分かる通り、売上1000万円以下、売上が1000万円以下の事業者に対しては消費税が免税になるよという免税店制度ってものがあるんです。簡単に言うと、大企業とこのような小規模事業者でこのようなハンデをつけないと、やっぱり小さな企業、小さな事業者潰れてしまうんですよ。体力違いすぎて。この人たちにこれを払えってことになったとしたら、事務的手続きがむちゃくちゃ増える。そして自分たちの利益も大きく削られてしまうってことで倒れちゃうんです。小さな事業者たちをちゃんと守っていくように、このような制度があるんですけど、これを事実上なくしてしまおうって話、そういう話をすると、そりゃこれなくした方がいいに決まってるだろう、そういう方いらっしゃるんです。だって消費税ってみんなが買い物した時に払う税金でしょ。つまりはその消費税は私たちが国に納めてくださいってことで渡してるお金なんだから、それを国に納めずに自分たちでそれをポッポないないしちゃうっておかしいじゃない、猫ババじゃないかって方いらっしゃるんですけど、ごめんなさい、それは決してよそでは言わないでください。恥をかきます。事実関係と違うんですね。東京地裁裁判所でその判決がちゃんと出てます。皆さんが払ってる消費税は預かり金として、それを預かった人が国に納めなきゃいけないものなのかってことが、答えが裁判所が出してるんです。こんな感じ、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない。難しい言葉ですね。簡単に言いますね。消費税払いました、それを受け取りました、そのお金って何なんですかって言ったら、税金を預かってるわけじゃないんだよって言ってるんです。それは対価の一部、対価の一部なんだってことなんですね。つまりはもう物価と一緒だよって、そういう話をしてるんです。預かり金だろそれっていうのは大きな間違い。物価の一部でしかないんだ、対価なんだ。事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。払ってもらった消費税をそのまま国に納めなきゃいけないっていうルールじゃないんだよって。だってそれって物価と一緒だから。そういう話をしてるんです。消費税は対価、価格の一部なんだということです。預かり、預かってきてる。だから国に納めなきゃいけないっていう性質のものではないよっていうのは裁判所は認めてるわけですね。話戻ると何か。消費税払ってんのにそれ猫ババしようとしてる奴がいるんだから、それをなしにするって当然だっていうのは大きな間違いなんです。そうじゃない。この国において様々な小さな事業者の方々がたくさんのものを私たちに提供してくれています。例えばですけど、このインボイス制度、免税店と言われるものが廃止に、事実上の廃止につながると、どういった職種の方々に影響を及ぼすか。請負業者、フリーランスって呼ばれている方々を直撃します。個人タクシーやられている方、演劇舞台を作っている人たちとか、役者とか、映画作ってる人とか、それに関係する人、他にも出版関連、イラストレーター、音楽、英語教室、生命保険会社の代理店、農家、建設、一人親方、すごく広い業種に対して細々と営業してる人たちを潰しにかかるようなとんでもないことを今やろうとしてるんです。これ絶対止めなきゃダメなんですね。でも止められる力があるかって言ったら、ごめんなさい、今圧倒的に自民党と公明党が強すぎるんです。野党側の力だけではこれ止められないっていう状態。
でもね、これは政党の力だけでブレーキがかけられるかけられないで判断しちゃダメなんです。何か人々の運動が必要なんです。例えば全国にいらっしゃる事業者の皆さんたちが力を合わせて、その周りの方々も巻き込んでいきながら、こんなものはやめろということを声を上げていくってことが非常に重要なんですけれど、今この冒頭でこのインボイス制度ってことご存知ですか？そう聞いたときに4人ぐらいしか手が上がらなかった。つまりは周知されてない。悪いことっていうのは大々的には知らせないんですよ。静かに静かに進行していく。マニアの人しか知らないっていう状況が作られていくんですね。なのでぜひ皆さんには注意をしていただきたい。そして周りの方に広めていただきたい。インボイスが進んだら何起こるか。自分が推してる、世の中的にはまだ超有名人になってないけれども、あの役者、それだけじゃない、自分の好きなミュージシャン、自分の好きな漫画家さん、将来に夢を持ってその卵の人たち、大きく打撃を受けますよ。大変なことになる。つまりは何か、この国から文化ってものが根絶やしにされていく方向性なんです、これって。だって継続できないんだもん。儲からないんだけどね、細々やってるんですよ。どうしてかって、自分は音楽を続けたいし、それを好んで聴いてくれる人たちのためにも歌い続けたい、演じ続けたい、描き続けたい。いろんな人たちを軒並み潰していくっていうようなことにつながる。こんなものは日本の文化潰すも話でしかないってことなんですね。狙いは何なのか。この人たちから取らないで良しとされていたお金を取るってことは、結局はそれによって年間で2500億円ぐらいのお金が入ってくるんです。2500億。若い人たちの毎月のお小遣いから比べれたらかなり高いお金になりますけど、これごめんなさいね、国家財政、国の財政規模から言ったら2500億程度ってそこまで大きな金額じゃないんです。そういうような小さな事業者を潰してまで、文化を潰していってまで、2500億円とバーターする、取引するような値段じゃないんですよ。じゃあ一体何のためにこのようなものを前に進めていくのかっていうのは、私自身が考えているのは、より安い労働力を、これは市場に提供していくためのインボイス制度なんじゃないかな、そう思ってます。決して大きく儲けてるわけじゃない、細々とやっている、そういう人たちに仕事を継続することを諦めさせる、やめさせる。それによって自分で稼いでた時よりもより安い賃金で社会で働かされるような一定の人たち、大きな人数ですよこれって、数十万人数百万人につながっていく、そういうような労働人口を拡大させるっていう意味での私は意味合いを持ってるんじゃないかとも思ってます。これを止めなきゃいけない。止まらない場合どうするのかって、政権交代して廃止するしかないんです。それぐらいの代物です。今のパワーバランス、国会の中で与党野党、このパワーバランスでは圧倒的に与党自民党公明党が強い。そして自民党公明党が考えていることは、このようなことはバンバン進めていくってことなんだから、ある意味でここを引きずり下ろさないとブレーキかからないかもしれない。そう考えたときに、これを入れられたからって諦めないでいただきたい。政治を変えるしかないんですよ。間違った政治、政治によって誤った決断がなされたときには、政治によってそれを覆すしかない。これ基本ルールなんですね。なので諦めずに力合わせて、みんなで繋がってやっていくしかない。そういう思いです。ごめんなさい。任せといてください。来年の春にはこれは中止させますから、みたいなね、はっきりしたことを言えないところが心苦しいんですけれど、これは変えられないことじゃない。逆に変えていかなきゃいけないことなんだから、みんなで繋がってやっていきましょう。ということでございました。ありがとうございます。